までこうリラックスしたりとか、ちょっとこうお風呂にゆっくり浸かったりとか、自分なりのこうリフレッシュ方法を持っていると心身ともに健康でいられるのかなと思います。ウッド系の香りもすごく好きで、リラックスしたい時にそういうのも嗅ぎますし、お家に出たい時とかちょっと一回こう帰ってきてゆっくりしたい時とかは柑橘系の香りとかも自分的には結構お家に漂ってるとすっきりしていいなと思います。寝るときにローラーで背中をゴロゴロする、なんかこういう今あるんですけど、こういう丸いポールみたいなのにイボイボがついてるやつ、自分で背中をこうマッサージするみたいな感じで一日の疲れが取れる感じがして毎日やってます。5回ぐらいですね。あーすっきりしたみたいな、背中のこう凝りが取れる感じがします。その一日のちょっとこう猫背っぽくなってる背中とかをちゃんとこう元の位置に戻す感じがします。普通にこう自撮りした時にこうやってやってカチカチこう鳴らせるとこうむくんでカチャみたいな、一瞬で上から撮ります。上から撮った方が私も盛れるし、ジジキチも可愛く撮れますね。あと寝てる姿とかね。あ、噛んだ。ふとした瞬間に撮ります。もう撮るとかじゃなくて、ふとした瞬間にあ今撮ろうみたいな。常に携帯を持ってます。私は猫ちゃんと行動してるときはいつでも撮れるように、はい。今年の抱負は英語では Go for it、 日本語では飛び込めっていうふうに自分で決めてるんですけど、きっといろんなところにまた今年も飛び込まなきゃいけない、こう腹をくくってこうやっぱ緊張しいなので、なかなかこうビビっちゃってちょっとうまく踏み込めない時があるんですけど、そういう自分のなんか弱いところというか逃げたい気持ちは置いといて飛び込んじゃえっていう、人生一回なのでそんな失敗を恐れててずっとねなんか先に行っちゃってもそれって後悔するだけだし、だから、とりあえずこう頑張るぞっていう感じですね。はい、今年もきっといろいろあると思いますが、皆さんこう上を見て楽しいことを考えて、頑張るときは頑張って、自分の好きなことをどんどん追求して、強く自分を持って前を見て一緒に頑張っていきたいです。なので皆さん一緒に頑張りましょう。